の宮廷歴史ドラマ、オスマン帝国外伝愛と欲望のハレムシーズン3、ザ・ BS 日テレで国内初の無料放送。オスマン帝国を46年もの長きにわたり統治し、最盛期に導いた第10代皇帝スレーマン。その映画に彩られた高級ハレムを舞台に、長妃ヒュゼムを中心とした女性たちの権力争いとロマンスを描く。母校ハフサナキアとハレムの頂点に上り詰めた皇帝ヒュゼムの次なる野望は、息子を玉座に着かせること。だが、そんなヒュゼムの前に皇帝ヒマヒでグランド大宰相イブラヒムが立ちはだかる。一方、皇帝スレーマンは帝国の上昇軍を率いて欧州へ進軍。キリスト教世界に果たし女王と突きつける。世界8億人が見た、とも言われる、オスマン帝国外伝愛と欲望のハレムのシーズン3は、4月28日、火曜日、から BS 日テレで放送。1092は、